東海大学東海大学海洋科学博物館、東海大学海洋科学博物館は、東海大学社会教育センターが、社会教育活動の一環として活動する施設の一つである。1998年、日本動物園水族館協会第12回、小賀賞を受賞。東館と東海大学自然史博物館の2つの、 博物館と美保研修館の3施設を中心とした社会教育活動を学芸員を配置し展開している。大学本体は海洋学部を通じて海洋に関する教育研究を行っている。この教育研究の利用にともするとともに海洋科学に関する知識を広く一般市民に啓蒙普及することを目的として運営している。また、2015年1月時点、 日本でオスとメスのメガマウスの剥製が揃っているのは、当館のみ、海洋生物の育成、繁殖とその展示活動を行う、海の科学的な分野の展示を行う。また、長期休暇期間中は特別展、イベント出展及び企画展などを企画している。本学の学生、他団体の実習生などの海洋生物を扱った飼育実習や採事などを利用した、 博物館実習の場を提供する活動を行う、東海大学自然史博物館、ありがとうございます。